ローマにある、教会堂サントリー2島にある、ギリシャ聖教会の聖堂と金、ね。フィンランド、トゥルクにある、教会堂教会堂の例、ハルビンの聖ソフィア大聖堂。ロシア聖教会のものとして建設されたが、現在は、博物館。教会堂は、キリスト教などの教会の建築物である。単に教会とも言うが、その場合には、教会堂と、そこに関わる、共通の信仰を持つ、 人々の相対を表す。キリスト教の場合、日本では、正教会やカトリック教会、聖公会では、教会堂ではなく、聖堂と呼ぶことが多く、聖堂を総合にして、イコンやステンドグラス、壁画を用いて感覚的に信仰を分かりやすく、といったものが多い。プロテスタントの教会では、説教や、集会のためという実用本位な教会が多く、 装飾は控えられ、中には十字架も置かない場合もある。以下、特徴ある各時代の教会堂の様式を述べる。古くは古代ローマの集会場であるバシリカを継承した長方形で、これをバシリカ式教会堂と呼ぶ。神道の両側に列中で隔てられた側楼、正面奥に半円形平面のアプシスを持つ平面構成。 屋根は木造小屋組。振動の天井は一段高く、側壁にクリアストーリーと呼ばれる高窓を持つ。後に交差炉を加え、ラテン十字型を基本とする形式を取るようになった。一方、古代には円形、正多角形を基本とする境界道も作られ、境界道のほか、洗礼道、墓廟としても用いられた。こちらは、ローマ帝国分裂後、 東ローマに伝わり、ビサンティン建築の起源となったと考えられている。時代が下るにつれ、道内に奨励拝道などを併設するようになる。ビサンティン様式の聖堂は、ドームを中心とする垂直軸を重視した空間構成、ギリシャ十字型の平面を取り、ドームにはモザイクで、キリスト像が描かれる場合が多い。東ローマ帝国を通じ、正教会の聖堂建築様式として、 東ヨーロッパのスラブ文化圏に広まった。ロシア建築における制度は、ビザンティン建築をベースにしつつも、ロシア独自の様式や西欧からの影響が盛り込まれ、時代によって様々に異なる様式を発展させていった。ロマネスク様式の境界道は、11世紀以降に作られた。バシリカ形式の平面で、後にはボールと加工を導入した。 ボールトによる側壁の面外方向への荷重を壁を分厚くすることによって受ける。地域、教派による多様性があり、様式としての統一性は薄い。シャルトル財政堂キリスト教伝来から徳川幕府によるキリスト教近況までの期間、日本各地に建てられた教会堂は南蛮寺などと呼ばれたが、現存する建築物はなく、資料や出土遺物で確認できるのみである。 その時代の教会堂は現代イメージされる西洋建築風でなく仏教寺院の外観に緑の畳敷き屋根の頂上に十字架を据え付けたようなものであった。本格的な西洋風教会が到来するのは幕末まで待たねばならない。明治以降の文明開化に伴い西洋建築の技術が国内に入り本格的な西洋風教会を作る気が熟してきた。 古い時代のカトリックの教会堂は天守に習い、天守堂とも呼ばれていた。長崎の教会群など、木造の素朴なものから、レンガ積みのものなど、それぞれに信仰の形を映し出している。外国から来た、宣教師が設計したもの、日本人が設計したものなど色々あるが、特に戦国期からのキリシタン伝統の残る、長崎を中心とした九州に数十件に上る。 天守道建築を建てた、鉄川義四の功績は大きい。伝統的な様式を採用せずに、通常の建築物の手法で建築する、犬き出店の形で利用する、テナントとして入居する場合もある。ありがとうございます。